緑、紫、さまざまな色の短冊に、皆さんはどんな願いを書きましたか？多いのは大人になった時の仕事、パイロット、サッカー選手など夢のある仕事、弁護士、医師、人を助けて喜ばれる仕事、生きがい、出会い、多くのことのきっかけになり、生きていく上で最も大事な選択。こんにちは、埼玉市今野眼科院長の今野康弘です。医師の仕事、基本は患者さんを治すことです。そして、人に喜んでいただける代表的な仕事です。患者さんの喜びが、自分自身への喜びにつながります。でも、時に治らない方に出会うこともあります。自分自身を磨き、頑張り続けることも必要な仕事です。医師の場合、大学に入学するよりももっと前からの準備が必要ですね。すでに医師を目指している人もいるでしょう。計画的に一歩一歩頑張ってください。